と時間がかかりそうなので、本日お二人目のゲストを紹介したいと思います。今はね、神奈川県の綾瀬市から来ていただきましたけれども、実は当この塩釜神宮保存会にもですね、大変歌の上手な方がいらっしゃいます。何を隠そう、昨年、令和4年東北地区大会というのがあるんですけれども、東北6県が集まってですね、ナンバーワンを決める大会がございます。その東北地区大会で優勝してまいりました桜井由香さんをお呼びしたいと思います。由香さん、どうぞお入りください。はい、それではまず由香さん、昨年東北地区大会優勝おめでとうございました。はい、皆さんにちょっと報告をしましょう。せっかく優勝してきたんです、はい。昨年ですね、宮城県岩沼市で行われた、東北地区男子、日本民謡協会東北地区大会で、優勝させていただきました。ありがとうございます。はい、大きな拍手でね、送ってください。でその時の、東北地区大会の優勝曲が、はい、お立ち酒を歌わせていただきました。はい、そうですね、実はあのお立ち酒という歌にも全国大会がございまして、そのお立ち酒全国大会でももちろん優勝されているんですよね、はい。あれは何年前でしたっけ。もう数えきれないですよね。幼少のものでしたから、ね、いや、とんでもございません。そんなことはありませんけれどもね、まあ、あのお立ち酒全国大会、この塩釜神宮全国大会と同じように全日本全国から集まってくる強者を押しのけて過去に優勝しております。その曲を引っ提げて昨年は東北チャンピオンになりました。その曲お立ち酒を聴いていただきます。どうぞ。皆さん今日のプログラム、特に決勝に残った方
ってですね、実は山形の人たくさん多かったってちょっとそんな風に感じません？ここしばらくですね、ここ 2,3 年ですね、実は山形の方がたくさんここに見えていらっしゃるんですね。なんでかなって実は私もちょっと不思議だったんですけれども、最近ですね、桜井さんのようにもう宮城県内ではもう取るタイトルがないので近畿にだらしてる方が宮城県内にいらっしゃるんですね。いらっしゃるんですよ。そういうことなので、例えば最上川船歌大会とかですね、今朝ほど高橋審査委員長がお話ししてましたけれども、紅花摘み歌とかですね、行くと宮城県の人がほとんど優勝してきます。逆の現象が起きています。そんなことがありまして、実はね、最近山形の人たちがね、宮城県にこぞって入ってきて、あのタイトルをね、かっさらっていこうと狙ってるんですよ。いうことでですね、まあ、2局目になりますけど、実は山形に行って優勝をちょっと頂いてきてる方が私の隣にいらっしゃるんですね。ね、はい、山形にもしょっちゅう顔を出してですね、大会に挑戦しています、ゆかちゃんね。まあ、いろんなタイトルをお持ちなんですが、今日2曲目は、はい、今日は紅花摘み歌を歌わせていただきます。はい、ご紹介しておきます。令和元年第22回紅花摘み歌全国大会で優勝したのはここにいる桜井ゆかさんです、ね、そういうことで、お隣の県になりますけれどもね、はい、優勝をかっさらってきた曲を、ね、山形の人に聞かせてやりましょうよなんてね、山形の人ごめんなさい、ね、謝っておきましたから、ね、はい、じゃあ筒山市から筒山市かに歌っていただきましょうね。はい、それでは優勝曲紅花摘み歌です、どうぞ。ちょっとすいません、伴奏の先生方、もう一度ちょっとお戻りしていただいてよろしいですか。